ビラルマイオールは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカデベタンソスに属する。ガリシア統計局によると、2010年の人口はである。住民故障は、バイラメアーズ、エサ。カスティーリャ語による表記はビラルメアー。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は97.44%。ビラルマイオールは、 アコリューニャ県の北東部に位置し、コマルカでベタンソスに属する。北は、ポンテデウメート、東は、モンフェーロと、南は、イリショアと、西は、ミーニョの、各自治体と隣接。面積は30.3キロ平方メートル。自治体の中心地は、ビラルマイオール教区のアルマーダ地区。ビラルマイオールは、ベタンソス司法管轄区に属す。自治体主張は、 ガリシア国民党のカルロスバスケス・キンティアン、自治体評議員は、ガリシア国民党、8、ガリシア民族主義ブロック、1となっている。首長当選者、ホセ・ベニート・ソート・ローリード首長当選者、カルロスバスケス・キンティアン首長当選者、カルロスバスケス・キンティアン首長当選者、カルロスバスケス・キンティアン・ビラルマイオールは6の教区に分けられている。ふとじは、 自治体の中心地のある教区、ありがとうございます。